日ハム日本一はすっごい嬉しいんだけど、嬉しいんだけど、なんかこうね、僕は日本ハム好き、日本ハム好きって日頃言うじゃないですか。だからまあ周りの人もまあ伊集院は日本ハムファイターズが好きなんだなっていうのはすごい分かってくれてるわけですよ。だからこう日本一を決めた後に会ったりすると、伊集院君おめでとうとか言ってくれる人がいるわけですよ。でもこうどう返していいのかよく分かんなくて、だって俺は優勝してないしみたいなのがあんだけど、かといってそこでそれを言うのも角が立つじゃないね。いやいや、でも俺が優勝したわけじゃないんでみたいなのもね、ね、普通に局で「あ、伊集院君おめでとう！」なんて言われた時に、いやでも僕優勝してないみたいな、ね、なんか角が立つから、どうもありがとうございますなんて言ったりするわけですよね。でそうすると今度逆に向こうがあれっていう顔するんだよね。お前が優勝したわけじゃねえんじゃねえのみたいな、なんかそのなんか、ね、いや嬉しいんだよ、あの日本ハム優勝日本一は嬉しいんだよ、だけどなあ、なんかな、で、あげくなかってはすすきので絡まれて、久々に普通の一般の人殴ってやろうかと思ったりとか、なげえな、エコーかかったままな、月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ力、伊集院光る。すすきのでさ、木曜日、日ハム日本一になって、また、その、特番みたいのやらせてもらって、これがこうついてるっちゃついてるのがね、なんかこうテレビ局のスケジュールの問題で、その前のプレーオフの時もそうだし、あの今回の日本シリーズの時もそうなんだけど、木曜日に札幌で日本ハムが優勝を決めた時だけ、その通常のスケジュールがこう一応スポンサーの行為とかも含めて動かせるんで、木曜日のみが優勝すると特番があるみたいなスケジュールで、これがその金曜日移動日ですか、土曜日に名古屋で優勝したとしても特番のスケジュールはなくて、普通のスポーツニュースの中で今日優勝しましたよっていう話だし、日曜日でもそうみたいな状況だけど、だからもしプレーオフも日本シリーズも木曜日優勝じゃなければ、俺はただ単に見に行っただけの人で、そこで仕事はないわけです。で、まあちょっとこう優勝特番とか緊張したりするんで、選手来たりするから緊張したりするんで、やりたいかやりたくないかってちょっと微妙なとこなんだけど、まあホリプロとしてみればさ、一応仕事になったか嬉しいやみたいな、そういう感じなんだけど、でその木曜日日本シリーズ優勝して、で優勝特番やった後にさ、すすきのにそのみんなでお寿司を、せっかくその北海道来たんで、あのスタッフも打ち上げだからお寿司を食べに行こうみたいな、お寿司食べて、そしたらさ、すすきのほとんど人がいないのよ。で聞いたら、視聴率が70、瞬間最大70何パーセントですよ。70何パーセントって、だってそしたら球場超満員で5万ぐらい人来てるわけじゃん。それとあと 73% テレビ見てるわけじゃんね。そしたらあとはもう日本ハムの優勝の瞬間見てない人なんていうのは、落合監督の財布をまた盗もうとしてる人ぐらいだよね。それぐらいで他はもうみんな見てるような状況だから、その特番終わってから鈴木の行った状態でもうほとんど人いないし、ましてや試合中なんか誰も北海道いないよぐらいの状況だったらしいんだけど、したらその自分たちが行ったそのお寿司屋さんに一人だけカウンターで、その僕は40ぐらいのサラリーマンの人ですよ、ついてきたサラリーマンの人がなんかこう一人で寿司食いながら酒飲んでてさ、で普通にこう入って寿司頼もうかなと思ったらさ、急にそいつがさ、はい、伊集院さんみたいな感じで話しかけてきて、あ、どうもどうもみたいな、でしたら、でも大変だよねタレントもねみたいな、いやいや、まあでも日本ハムの優勝の瞬間見れたんでみたいな、普通に俺話したよ。そしたら急に、北海道来てるとさ、日本ハムファンでもねえのにさ、テレビ見てたけどさ、
日本ハムファンです、日本ハムファンですみたいにヘラヘラしなきゃならないからさ、大変だよねって言われて、俺久々にブチ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 ってなっちゃって、久々にはぁっていう、本当にあーってなっちゃって、ちょっとその暴力を振るおうとは思わないけど、後ろのスタッフはちょっとこれはあの伊集院の顔であんま見たことない顔だなって思って、ちょっとその間に入るぐらいの感じで、なんかわかんねえけど急に喧嘩売られてさ、そしたらさ、こうこれはすごい自分の反省するところなんだけどさ、ものすごい反省するところで、あのあえて言うことで、これを言うことで伊集院ひどいやつだなっていうことをみんな知らせることにもなるんだけれども、でその時にさ、売り言葉に買い言葉みたいのにさ、こうその無礼な親父をどうしてもこう言い返したくてさ、冗談じゃねえぞ、俺がいつから日本ハムファンだと思ってんだと、まあここまではいいですわ、俺は小学校のその1年生の時に日本ハムって球団ができてからの日本ハムファンだと。で、あの東京にこう日本ハムがいる時には、その後楽園、東京ドームに、必ずタクシーで1メーターに行けるところになるべく家を構えようというぐらいの、それぐらいの日ハムファンだと。ここまでは良かったんだけど、その後に弾みで、お前らなんてここ3年だろと、これは言っちゃいけなかった、お前らなんて日本ハムが北海道に来てここ3年ぐらいの話だ、それを上からこの野郎っていう話をした時に、ちょっとまあその、180センチ130キロのクソデブがもうぶち切れでこれ言ってますから、そのカウンターにいたその喧嘩売ってきた人は半べそなんですけど、あのそれ以外のたまたまお店にいた北海道民や北海道のテレビ局のスタッフの皆さんがまあドン引きですよ、ね、このクソデブの本性はこれかみたいな。その後ちょっと面白いことを言ったところでね、もうね、どうしようもない懇親会とか打ち上げみたいな席上でも、あお前なんかこうみんなで万歳万歳してても心のどこかではそう思ってんだみたいな、もうすんごいギスギスした空気が、まあこの先まあウニ食おうが昆布食おうがもう何も埋まらない、何も埋まらない状況なわけ。ああいうわかる、なんかさ、その言ってきたやつを腐せばいいし、自分がどれだけ好きかを言えばいいのに、その対比を出すために変なものまでこういう言っちゃってるもんだからさ、周りのドン引きの感じなんだよね。あ、なんだろうね、あれね、ああ巻き込んだ痛い痛い、ああチンゲ巻き込んだ痛い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 みたいな、なんこいもうチンゲはチンゲ、皮は皮、ポコチンはポコチンじゃんみたいなことなのに全部巻き込んじゃってるわけよ、びっちり巻き込んじゃってて、なんかな、嫌なしょっぱい夜だったな。しかしまあまあとりあえず曲いきますわ、チャットモンチーでシャングリラで、またさ、それでその札幌でその日ハム日本一の一夜明けた仕事が、俺名古屋でやってるレギュラーの番組があるんで、あの千歳発あのセントレア中部国際空港行きに乗って名古屋なので、これは全然フォローでも何でもなく、名古屋のその番組ではやたらドラゴンズの選手来てくれるんで、あのセリーグでどこ好きですかって言われればドラゴンズなんですよ。ただまあそのこう何が気を思いつっても、その千歳発セントレア行きの飛行機のに乗ってる、まあ乗客の 85% ぐらいかな、みんなこう中日が頑張ってくれることを夢見て札幌ドームに応援に行った中日ファンなんですよ、みんなね。ほんで名古屋の中日ファンだから、でそのドラゴンズの選手がいっぱい出る、その自分のその名古屋でやってる番組も見てるから、なんかこうその
なんつったらいいのかな、まあ、とりあえず伊集院さんおめでとうございますみたいなことは言ってくれるんだよ。心の底では、まあ、お前は北の人間なのか南の人間なのかみたいな、そういうね、38度線で言うところのそういう感じの、お前はどっちなんだみたいな感じの、空気ずっとあるわけですよ。ほんで、メーテル行ったらメーテル行ったで、メーテルのスタッフも、あ、昨日は盛り上がりましたね、みたいな話はするんだけども、心の底でお前調子乗んじゃねえぞ、みたいな。お前一人、この、メーテルを歩いてる中で一人勝ち組気分かもしんねえけども、お前もういいからな、で、野球の話題とかいいから、みたいな、そういう空気がもうすごい、こう、支配してる、んだよね、なんかね、嬉しいんだよね、日本ハムの優勝すんごい嬉しいんだけど、なんかね、こうどうしていいやら感ずっとありましたね。なんかこう名古屋にいる間ずっと針のむしろに座ってる感じのあの感じね、不思議な感じでしたね。またこうその札幌ドームで、札幌ドームでさ、だ少しまた気づいたことがあるんですよ。僕が日本ハムファンになった当時に、東京で日本ハムファンになるなんてことはね、大変ひねくれてることなんですよ。要するに、もう、ほぼ 100% ジャイアンツファンっていう、ね、状況。で、ちょっと、セリーグでは、まあ、ヤクルトファンもいるわけですよ。パリーグの日ハムファンなんてのは、まずいない、状況です。で、当時は、ロッテも、あのね、ロッテはジプシー球団って言われててね、宮城行ったりね、川崎行ったり、いろんなとこ行ってんのよ、ロッテは。で、西武はまだ、太平洋クラブライオンズだから、九州にいたりとかして、東京のパリーグファンっていう自体でもう相当変わってる状況で、かなりひねくれてて、あ、家庭に何か事情があるから、家庭に事情があるようなやつしか、あると日本ファンなんかなってないです。ある意味、子供の SOS みたいな形で、子供が日本ハム好きになるってことは、ちょいとしたね、ちょいとした何かに対する、反応ですよね、もうね。そういう状況でみんなファンになってたわけですよ。ファンになってたんですけど。で、まあ、どれぐらい日本ハムっていう球団が、そのちびっ子を迎え入れるにあたって素晴らしい球団かっていうと、僕が最初に見た試合では、まだ張本勲さんっていう、後にジャイアンツにこうトレードで行くんですけれども、イチローが来るまではパリーグで一番首位打者になってた、まあ、安打製造機が4番を打ってたんですけれども、まあ、チャンスに凡退なんかをしまして、で、一塁側のこうスタンドの方から、張本しっかり打てとか言われると、そのままバットをこう高く掲げて、てめえ降りてこい、この野郎てめえちょっと降りてこい、お前言ってただろ、この野郎降りてこいっていうコミュニケーションが、すごい、試合中なんですけど、コミュニケーションが取れるっていうのが、まあ、日本ハムっていう球団の、まあ、すごくいいところで、まあ、後にヤクルトに行っちゃう大杉っていう選手もいるんですけれども、まあ、大杉選手が堂々とベンチでうどんが送ってるところが見れるという、まあ、試合中なんですけどね。試合中に、そういう感じのね、そういうチームカラーのチームだったんです。で、かたや今、北海道で日本ハムのファンになるっていうことは、ものすごく健全でストレートでメジャーなことなんだと思うんですよ。ね、北海道はそれまで多分ジャイアンツ色が強いその場所だったと思うんですけども、自分のそのオラが町にね、オラが地元に日本ハムっていう球団ができて、みんな応援してやろうぜっていうことになるわけじゃないですか。おお、そうじゃあもう応援してやろう、応援してやろうっつって、でまずじゃあ新庄っているらしいぞっていうところからこう来るわけじゃないですか。で、新庄さんなんていうとこう手振ってくれたりするわけじゃん。こっちは、張本しっかり打て、しっかり寄ってるよ、バカ野郎になるんですよ、バカ野郎。お前、おい、そこのメガネ、おい、銀縁、降りてこい。で、こいつ違うコミュニケーション。違う感じのコミュニケーション。ですから。これは、その後に少年ファイターズ会というのができまして、で、かなり少年とも親和性が良くなってきた頃にもですよ、まだ続いてる風習で、江夏豊さんって優勝受け負い人が入ってたんですけども、これがブルペンで爆睡してるという試合中に。
まあ、江夏さんなりの集中力の高め方だと思うんですけれども、まあ、あの観客から見える場所で爆睡してることがあるみたいなチームカラーからすると、ちょっとかなり違う、あの、陰と陽でと同じファイターズファンなんですけども、入るきっかけが、真逆みたいなところがすごくあるわけですよ。あ、だから逆に言うと、その、スタジアムで、こう、同じチームを応援してても、僕の中では、あの、入り口が違う、なんて、性格的にもう多分、全く違う感じなんだろうなっていうのがあって。で、まあ、それはプレイオフの時も思ったんですけど、今回その日本シリーズにおいて、割と明確にすごいなってきて、で、その、またこら、稲葉が、こう、打席に入ると、MVP になった稲葉選手、元ヤクルト稲葉選手が入ると、みんなでこう、その、立ったり、跳ねたりとかするのが、もう俺は嫌でしょうがないわけ。その、跳ねると見えないじゃん。跳ねると、その、とにかく前で行われると試合が見えないから、俺は跳ねるのが嫌なんだけど、ちょっとこう、あの、すいません、前見えねえんで、みたいな空気の読めないようなことを言おうと、すると、おばちゃんが、跳ねるタイミングを僕に教えてくれたりとかして、苦笑いをしながら、ここ、見たりとかなんかしてて、あ、もはや俺みたいな、あの頃の、ああいう感じの日本ハムファンの方が完全に間違ってるってことをすごい理解させられる。まあ、そういう日本シリーズ、そういう日本シリーズでしたね。今思えば、当時の、こう、後楽園スタジアムの時の日本ハムの、例えば、日曜日のデーゲームなんていうのは、今思えばなんだけど、あの、場外馬券売り場で馬券を買って、ほいでいてその馬券の結果が出るまでに、いる場所がそんなねえな、みたいな、おいさんが。でね、これ嘘のような本当の話なんだけど、当日のタダ券が、いくらでも置いてあんのよ。あのね、水道橋の駅のすぐ横のところが、まあ今飲み屋街みたいになってんだけど、あそこを歩くとね、当日のタダ券が置いてあんの。だから、俺たちからしてみると、なんで金を出してみんな入るんだろうっていう感じよ。ほんで、その、おじさんたちは多分、こういうので、ね、おそらく、例えば、おそらくですよ、おそらく、そのビール飲みたくても、普通に路上で片、こう、ビール飲んでたら、それはダメかもしんないけど、スタジアムの席で飲んでる分には野球観戦じゃないですか。そういう感じのおじさんがいっぱいいたと思うんだよね。だから、野球も嫌いじゃないけれども、その、メインで野球を応援するっていうよりは、なんか見てやろうかぐらいのことで、で、ちょっと気の入ってない、そのバッティングをしてる選手とかがいれば、平気とかバカ野郎って言うわけじゃないですか。で、そうすると、まあ選手の方もパリーグ当時すさんでますから、ね、言い返すみたいな図式になってると思うんですよね。だって日本ハムのチームカラーで言えば、日本ハムが最初に、いよいよ日本ハムファイターズっていうチームになりました。おニューのチームができましたって時に、最初にスカウトした外国人選手は、金を持ち逃げして来なかったんだからね。で、そのまま永久追放になったんだからね。そういうチームカラーですからね。まあ、当時パリーグの名物で言うと今、楽天のね、監督をやって野村克也捕手、ね、囁き戦術っていうね、その、バッターの心理を乱すためにね、バッターにこう話しかける。まあ、しかも内容がね、銀座のなんとかっていうクラブの姉ちゃんがよ、子供認知しろっつってるぞ、みたいな、そういうの、あれ野球漫画とかでは綺麗な内容になってますけれども、基本野村さんが言ったらそういうことですからね。ね。お前寝た、あいつな、5番バッターの誰とも寝てるらしいな、みたいな、そういう話をするのが、基本野村さんの囁き戦術ですから、僕ら子供向けの野球漫画だと、次は外角球だよって内角投げるみたいな話になってますけれども、本当のところはそれですからね。基本的には。ね。夜のホームランの話ですよ。基本的に夜のホームランの話を野村さん囁いて、なぬって思ってるうちに、こう、ボール投げちゃうみたいな、まあそういう話なんですけど、それを、まあそれがその当時、南海ホークスの、スタープレイヤー、野村克也がやった、ね、その囁き戦術、それを日本ハムファイターズの4番バッター、張本勲が打ち破るためにやった戦術っていうのが、空振りしたふりして側頭部をぶん殴るっていう、バットで側頭部をバガー
ってやるっていう、これは僕は張本勲さん本人から聞いたんですか。張本さん本人が、そしたらね、黙りましたよ。さすがのノブさんもね、殺されると思ったんでしょうね。黙りましたよ。ね、で、まあ僕は、多分僕が、生まれて初めて読んだ、その活字の難しい本っていうのは、ファーブル昆虫記か、炎の打者張本勲っていう本かどっちかだと思うんです。張本さんがジャイアンツに入った年ぐらいに、入ってすぐぐらいに、こう今までのこう張本勲の人生を書いた本が出て、で、僕はまあ内容が 100% 分かったわけじゃないですけれども、当時ね、その日本ハムのユニフォームの写真が載ってるような本がほとんどないんですよ、要するに。今以上にジャイアンツ一辺倒ですから、まずその本屋さんで張本勲っていう選手がその日本ハムのユニフォームを着てる写真が載ってるっていうだけで嬉しくて、それを買って、で、親に半分読んでもらえる形で読んで、それがすごい心に残ったんですけれども、で、まあ、それに関しても張本勲さんに僕そういう本読んだんですけどって話をしたら、あ、ゴーストが書いてるからわからん。そんなもんね、野球で忙しいのに書くわけないでしょ、自分でっていう。そういう感じのね、4番バッターのいたチームですから、ね、カラーとはやっぱりね、今のカラーは、まあ、新庄選手を継ぐものとしてね、森本稀哲選手が指名されたってありますけども、覚醒遺伝でもなんでもいいんですけど、張本勲を継ぐものとして誰かね、もう一人ね、子供の夢をバンバンぶっ壊すような、そういう選手にしか入れてほしいんだよね。いやー、張本さん一回ゲスト来てほしいんだよなー。いわゆるもう、子供向けじゃない大人好みの野球の話してくれますからね。いいですよ、殺伐としてて。同じポジションにね、新人が入ってきたらね、嘘を教えてやるんですよ。え、張本さん、嘘って何ですか？だから例えばね、まあ同じポジションで左バッターの、その新人選手入ってくるでしょ？で、それで初打席なんかこうやるでしょ？それで、1球目、逃げてく、カーブ。逃げてくスライダー、ね、見逃した後にこうちょっと呼んでやってね、もう一球スライダー来るぞって言ったんですよ。だけどね、ピッチャーね、シュートが勝負球だからね、スライダーだと思って踏み込むとね、顔面ぶつかりますよ、顔面。怪我してくるからね、ライバルが減るんですよ。ああ、はい、その通りです。で、おなじみのね、やっぱり張本選手、そういう日ハムもね、やっぱり僕はね、すごい好きですからね。